けれども、うん、ここからはですね、今日の放送で一番ダメだった推察が必要なメンバーを私の独断と偏見で選ばせていただきたいなと思います。わー、よろしいです。これは前回はあったのかい？ありましたね。あったんだね。はい。さあ、じゃあ今回は私の独断と偏見、ちょっと生意気な話なんですけども、すいません。さあ、それではですね、今から推察が必要なメンバーの肩をですね、一人ずつ叩いていきます。あ、必要のないメンバーね。必要のないメンバーの肩を一人ずつ叩いていきますんで、最後まで残った方、叩かれなかった方が推察決定でございます。はい、さあ、それでは皆さん目をつぶってください。さあ、肩叩かれた方はもう大丈夫でございますからね。さあ、どこが叩いていこうかな。どこをどう叩いていこうかな。さあ、どうしよう。お疲れ様です。どこをどう叩いていこうかな。何？さあ、ということで、追跡決定でーす。うそー、マジ？だってさ、なんか気配ですごいみんながボタボタ行く気配がしわかるよね。わかりました、すごくね。これはね、なぜ追跡だとか自分でわかりますか？わかんないです。なんかピンとくるとこあるでしょ。今日頑張りましたよ。いや、皆さん頑張ってたの。はい。まあ、当然頑張ってなかったとも思いません。よし、しむさんがね、はい、頑張ってなかったわけじゃないと思う。はい、だって食レポのところでしょうね。あれはやっぱ一番最初だったんで、うん、ちょっと基本をね作った方がいいのかなと思って、うん、そうですね。うん、うん、この香りわかります？この、ね、魚介のね、うん、うん、すごい魚介の味がします。海にいるかのような。おまるで、まるで海、まるで、まるで海のよ、うん、まるで海にいるかのような、うん、はい、ではちくわいただきます。あー、もえー、入れてもらえたよ。アップで見たい。15歳それやる。ちくわの中から見えた。だからもうちょっとやっぱりね、そうですよね、きちんとした、まあ確かに、うん、うん、皆さんがこう楽しんでくれるようなレポートをちょっとしていただきたかったなということで、新しくですね、はい、もうないのか、でもちくわ、ちくわあります。ある。マジ？きゅうりだと渡されて食べたらちくわだった時のリアクションっていうね。食レポを。わかりました。じゃあきゅうり、きゅうりの一本漬けくださいって言ってたので、はい、わかりました。でこちらですって言って、はい、で、これですか、キュウリみたいな感じで、ね、はい、うん、じゃあ参りましょう。はい、じゃあ注文して、はい、うん、すいません、あの、うん、キュウリの一本漬けください。はい、あ、じゃあこちらになります。 ありがとうございます。どうぞ。すごい変わった色のキュウリなんですね。じゃあいただきますね、うん、ではいただきます。すいませんね、手でいただいちゃいますね。こんなキュウリ初めて食べました。おなんか私キュウリってすごいシャキシャキしてるイメージなんですけど、うん、これはすごいなんかプリプリふわふわしてる感じで、うんうん、なんかすごいちくわに似てる。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。すごいよ、否定しないところがいいね。うん、一回信じてあげるっていう気持ちが大事だな。何事も信じていこうかなって。いや、素晴らしいです。ありがとうございます、うん。